はいそれでは本日は一級建築施工管理士の二次検定を終えてということで雑談をしていきたいと思いますまずはですね一級建築施工管理士の第二次検定本日受けられた皆様本当にお疲れ様でしたかなりプレッシャーがあったりですね経験記述が変わったりしてかなりですね皆さん、えー、不安になっていた方が多いと思います今年の試験は本当に技術検定の改定後初の試験でしたがどのような問題が出題さればされてましたか 経験記述に関,わる関しては今までずっと不安だったと思います難しかったか簡単だったかに関わらず本日まで努力し続けてきた過程が一つの成果だと思いますまずはですね一旦一段落してゆっくり休んでください本当にお疲れ様でしたまた私からなんですけどもメンバーシップに入っていただいている皆様であったり書籍を購入していただいた皆様そしてノートを購入していただいた皆様ライブ配信や本動画をご覧になり続けた方々本当にありがとうございます 皆さんのおかげでですね頑張って今日まで、まあ、毎日のようにライブ配信をし続けることができました本当に私自身も力をたくさんもらいましたありがとうございましたでですね今年の問題1はどのような問題だったのか結構私は知りたいですなので問題用紙とか、まあ、写真とか何か PDF があればこちらのメールアドレスに送っていただければ幸いです 試験を受けられる方の理由は様々だと思います会社で一級建築施工を取ってほしいと言われたりですね、まあ、資格手当をもらうために頑張りたいとか、スキルアップのために取得したいとか、まあ、周りの同僚も受けてるから一緒に頑張りたいとか、昨年は不合格だったから今年合格したいとか、経験豊富のためストレートで合格したいとか、資格学校に通わずと合格で合格したいとか、さまざまな理由があると思います。まあ、私はですね、スキルアップのため、そして資格手当をもらうために頑張っていたんですけども、このような思いがあれば、 合格すするる可能性はは非常に高くななのかなと私は思っておりますただですね日々の業務の中で仕事と勉強を両立させることは非常に難しくプレッシャーもあり休日も勉強しなかったという頭がよきり精神的にも追い込まれたと思いますなのでそれを少しでも改消させていただくために今年から、えー、ライブ配信1週間前ライブ配ずっと毎日ライブ配信というのをさせていただきましたそれを見続けてきた。 皆様そして本日まで勉強し続けてきた方々本当にお疲れ様でした合格かどうかギリギリの方に関しては来年の1月10日までもやもやすると思いますが時を待ちましょう少しでもこのもやもやを解消するためには大手資格学校さんの採点サービスを提出することがおすすめです今回はですね雑談ということなので片手にお酒を持って聞いていただいたり聞き流しようとしてご活用していただければ幸いです 今回はですね雑談内容として2019年から YouTube を始めてということでお話をさせていただきたいんですが今現在チャンネル登録者が1 6,631人とかなり多くの方にご支持いただいております。2019年から始めたわけなんですけどもそれを始める以前まず建築施工管理技師に合格するまでなんですが私は大学4年生の頃から 1一級建築施工が欲しいと思っていてそして現場経験を積んだ後に、まに、あ、実際チャレンジしたんですが結論一次検定だけ合格して二次検定が落ちたという形でさらにもう1年持ち越しになりましたで令和元年に再チャレンジして合格したんですけどももうその、まあ、皆さんみたいに今日ですね受けた後にもうあ合格者と思ったんですよ僕はなのでこの合格者と思ってからもう合格発表もう私の合格が出た瞬間にもう 一級建築施工管理技師の一次検定の YouTube の解説動画を上げていこうということで2019年に合格し2020年の、えー、2月頃ですかね合格通知が来たのでそれ以降にこの一級建築施工管理技師の YouTube を、えー、配信をさせていただいておりましたで、そこから一次検定二次検定と多岐にわたってそして今2019年から2024年よ4年間約4 5年ぐらいかけてですね16,631名の 方ににごいいいただいただという流れになります、まあ、毎日 YouTube を更新していたので日々この更新し続けることを考えないといけないですしあとは皆様のコメントも拾ったり、えー、ライブチャットの内容も拾ってどん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 私の内容を是正していかなければいけませんこれは仕事と一緒でですね、まあ、どのようなところに自分の欠点があったりお客様の要望があったりというところもしっかり聞いて今日までやり続けてきたことがこの成果につながってるんだと思います。昨日もですね初めて ライブ配信で同説が230名を超えてちょっとびっくりしましたそしてさまざまな方々とチャットをさせていただいたりいいねをくださった方々には本当に学びになることが多くてですね私自身もさらにスキルアップのためのより良い充実した時間になったのではないかと思っておりますそしてそれに加えてですね先日私の有料記事が2500回分購入されました本当に今までですね やり続けてきたからこそのこの数字だと思いますなので本当にまず最終的に言いたいことはまあ、2019年から初めてここまで多くの数値ここまで多くのご支持をいただいたことに本当に感謝しておりますそして私自身が大学4年生の頃から一級建築性交管理士を取りたいという思いそして合格しさらに多くの方に一級建築性交管理士に合格してもらいたいということで youtube を始めてこれまでこんなに多くの成果が出せたというものは本当に嬉しく思っております なので今後もですね、まあ、もし合格された方に関してはもうこの一級建築成功を見ないと思うんですが、まあ、これから合格される方のためにですね私もどどどどんどんんどんスキルアップしして、ててな動画出いいきたいと思っております。このように結果が出すためにはやはりさまざまな方々の力であったり皆さんの協力がなければここまで来れてないと思っておりますのでもし成果を上げたいと思っている方に関しては多くの方の意見を聞いてそして反映させて実行していくこれがかなり重要だと思いました。 はいという2019年からの内容となります最後になりますが本日まで本当に、えー、受験勉強お疲れ様でした当チャンネルをの動画をご覧になった方が1月10日金曜日に良い結果が出ることを心から願っておりますお時間があるときにまた私のチャンネルを見に来ていただければ幸いです、えー、本当にお疲れ様でした